ゆっくり霊夢だよ。ゆっくり魔理沙だぜ。今回はミニョネット号事件について解説するぜ。ミニョネット号、聞いたことがないわ。ミニョネット号というのはヨットの名前なんだ。嵐でナンパしてしまうんだよ。ヨットが嵐でナンパしてしまった事件なの。乗組員は救命ボートで脱出できたんだけど、その漂流ボートで恐ろしい事件が起こってしまったんだ。せっかく脱出できたのに、恐ろしいことが起こってしまうの。それだけじゃないんだ。この事件は、とある小説によって事前に予言されていたという都市伝説があるんだぜ。え、小説で予言されていたの？何それ、不思議。詳しく聞かせて。ではまず事件の概要から解説していくぜ。よろしくお願いするわ。1884年5月19日、イギリス船籍のヨット、ミニョネット号が、イギリスのサザンプトンからオーストラリアに向けて出航した。ヨットでイギリスからオーストラリアに向かっていたの、距離がありそうだけど。そのヨットは何人くらい乗れるの？ヨットの乗組員は4人だった。船長のダトリー、船員のスティーブンとブルックス、それと給仕のリチャードだ。ふむふむ。航海は最初は順調だったけど、喜望峰を越えたあたりから雲行きが怪しくなったんだ。喜望峰ってどこにあるの？アフリカ大陸の南端あたりにある岬だ。そこまでは順調に行けたのね。そうだな。やがてヨットは激しい嵐に襲われた。小さなヨットだったから、この葉のようにいたぶられて浸水してしまった。激しい嵐の中の海で、小さなボートだったら簡単に波に飲まれそうね。4人はかろうじて救命ボートで脱出できたんだ。脱出できたのね。でも本当の災いはここから始まったんだ。本当の災いが。ごくり。救命ボートに持ち込むことができた食べ物は、カブの缶詰2個だけだった。4人に野菜の缶詰2個だけか。量が全然足りないわ。4人はこれを4日で食べ尽くしてしまったんだ。5日目に、ウミガメを捕まえることができたけど、それも尽きてしまい、その後は雨水しかなかった。やがて嵐が去ると、雨も降らず、天日干しのような地獄のような日々が訪れた。そうか、小さな救命ボートだからあまり積めないのね。食べ物も飲み物もないって辛すぎる。早く誰か見つけてあげて。8日目、4人の中で一番若く家族がいない給仕のリチャード・パーカー、17歳、が、喉の渇きのあまり、海水をガブガブ飲んでしまったんだ。8日目、かなりの極限まで来てるわね。海水を飲んだらダメなの。ああ。人間の体は塩分の濃度を一定に保とうとする働きがあるんだ。必要以上の塩分は、尿として体外に排出して調整している。確かに、しょっぱいものを食べたら喉が渇くわね。そうだな。海水の塩分濃度は約 3.5% で、人間の体液の塩分濃度は約 0.9% なんだ。海水は体液よりも濃度が高いから、海の水を飲むと体内の塩分濃度が上がってしまう。塩分濃度を保つために、もっと水分が必要になる。さらに細胞外の塩分濃度が上がることで、浸透圧が上がってしまうんだ。そして細胞内に保たれていた水分が塩分濃度の上がった細胞外へどんどん出ていってしまい、細胞が脱水症状を起こして酸素運搬等もできなくなってしまう。海水を飲むとそんなことが体の中で起こるのね。飲めば飲むほど体内に塩分が蓄積されて、それを排出しようとしてその人は地獄の苦しみを味わうことになるんだ。喉が渇いても海水は絶対飲んだらダメね。海水を飲んだ給仕のパーカーはひっくり返って、痙攣しながら身もだえていた。明らかに瀕死の状態だった。これをなすすべもなく見守っていたダトリー船長は切り出した。なんて切り出したの？彼はもう、助からないだろう。我々だけでも助かるために彼を食べよう。と。ええ。食べる。これにはブルックスが猛反対した。そんな、人の道を踏み外すようなこと、できるはずがない。と。なるほど。船長は、船長としては、全滅させるわけにはいかないんだ。それに、考えてみたまえ。君たちには扶養家族がいる。子供たちのために生き延びなければならない。と二人を説得した。二人は賛成したの。スティーブンはしぶしぶながらも同意した。ブルックスは堅くなに拒み続けた。でも、ダトリー船長は祈りを捧げてパーカーの喉をかき切った。三人は血で喉を潤し、肉を食べて生き延びたんだ。彼らがドイツの貨物船マンモス号に救助されたのは、その5日後の7月28日のことだった。3人は救助されたのね。ああ、3人は救助され、イギリスに戻ることができた。
でも彼らは殺人罪で裁判にかけられることになる。殺人罪になってしまうのね。裁判の話は後で詳しく説明するぜ。その前に最初に少し言ったこと覚えているか。あ、とある小説で予言されていたという都市伝説ね。ああ、そうだ。都市伝説を解説するぜ。聞きたいわ。予言の元となった小説は、ナンタケット島出身のアーサー・ゴードン・ピムの物語、というタイトルだ。タイトル長いわね。まるで最近のラノベね。1838年に刊行されたアメリカの冒険小説だ。ミニョネット号事件の46年前の小説になるな。誰が書いた小説なの？作者はエドガー・アラン・ポーだ。え、すごく有名な作家さん。アニメの名探偵コナンくんが名前をもらった、作家、エドガー・アラン・ポーが尊敬していた作家さんね。霊夢よく知ってるな。エドガー・アラン・ポーはエドガー・アラン・ポーから名前をもじって付けた名前だしな。それでどんな内容の小説なの？小説のあらすじはこうだ。主人公、アーサー・ウォードン・ピムは捕鯨船に潜り込んで密航していた。ふむふむ。捕鯨船で船員の反乱が起こるんだ。その直後、暴風に巻き込まれて、遭難、漂流してしまうんだ。生き残ったピムらはジェイン号に救出されたものの、そのまま南極大陸に向かうというストーリーだ。嵐、遭難、漂流というところがミニョネット号事件と似てる気がするわ。そうなんだ。しかも漂流したのは男性4人。人数も同じ4人での漂流。小説の中でも、漂流中の4人を照りつける太陽は厳しく、手持ちの食料はすぐに底をついてしまうんだ。やがて飢えと渇きの、極限状態が4人を襲った。状況は全くと言っていいくらい同じね。ああ。極限状態の中、彼らは生き残るために恐ろしい選択をするんだ。これからくじを引いて当たった人間を食べよう。うわぁ。くじ引きではなかったけど、流れが似ててゾッとするわ。そして全員がこの提案に承諾して結果的に一人の男性が当たりくじを引いた。そして残り三人に食べられてしまうんだ。うわぁ。当たりくじを引いたのは、給仕係のリチャード・パーカー、だった。え、リチャード・パーカーって確か。そう、食べられた男性の名前が、小説と現実で同じだったんだ。そんなことってある。そうなんだ。滅多にない一致が起こったから予言されていたのでは、という都市伝説になっているんだ。ストーリーも似てるけど、名前まで一致するなんて、偶然とは思えないわ。ああ。エドガー・アラン・ポーは、他にも当時の神経科学では解明されていなかったことが小説に出てくることもあり、タイムトラベラーだったのでは、と噂する人もいるぜ。世の中には不思議なことってあるのね。驚くよな。では、ミニョネット号事件の裁判の話をするぜ。そうそう、4人はどうなったの？イギリスで船長たちは、パーカーの殺害を隠蔽することもできたが、それは両親が許さなかったんだ。潔く全てを告白し、ダトリー船長とスティーブンは殺人の罪で起訴された。ブルックスは、肉は食べたが殺害には加担していなかったとして不起訴になった。殺人罪か。難しいわね。弁護士のコリンズは二人を交弁護した。二人は理由なく殺したわけではなく、必要性に迫られていた。死から逃れる唯一の方法が、一人を犠牲にすることだった。他に方法がなかった。若者が死亡するのを待っていたら、血は凝固してしまった。確かに、あの時極限状態で、生きるために他の方法はなかったように思えるわ。弁護士は黒板に、一人分しか支えることができない板に捕まる、溺れた男、の絵を描いた。そして、ギリシャの哲学者カルネアデスの言葉を引用した。もし、一人がもう一人を押しのけて溺れさせたら、彼は殺人者でしょうか？そうではないでしょう。彼は、自分が助かるために必死だったのです。そして、これと同じことが、救命ボート上でも行われていたのです。なるほど。これは、カルネアデスの板、と言って、この考えに基づき近代刑法学では、緊急避難、の理論を構築したんだ。つまり、犯罪に該当する行為でも、危機を避けるためにやむを得ずした行為であれば違法ではない。という理論だ。今ではほとんどの法治国家で、採用されているんだぜ。でも当時はまだ論争の真っ只中で、確立した通説もなければ判例もなかったんだ。まだ論争中だったのね。二人はどうなったの？イギリス最高法院は、緊急避難を認めると、法律と道徳を完全に乖離し肯定できないとし、死刑が宣告されたんだ。死刑が、重すぎる気が？霊夢と同じ感想を持つ人が多く、世論は、無実、が妥当との意見が多かったんだ。
そのため、当時の国家元首だったビクトリア女王から特赦され、禁錮6ヶ月に減刑されたぜ。禁錮6ヶ月なら、よかったわ。ところで、緊急避難。って現在の日本でも認められているの。現在の日本の法律での緊急避難は次の4つの要件を満たしておく必要があるとされているぜ。1、現在の危機があること。未来や過去の危機では認められない。2、避難の意思があること。自分の命を守るため、など。3、他に方法がなかったこと。4、発生した害が、同程度以下であること。なるほど、ちゃんと整理されているのね。それじゃあ、今回はこのあたりで終わりにするぜ。この動画が参考になったと思ったらグッドボタンを押してくれると嬉しいわ。このチャンネルでは、過去に起こった悲惨な事故から様々な教訓を得られるような話をしていくから、ぜひチャンネル登録もお願いします。あと、この事故を紹介してほしい。っていうリクエストがあればコメント欄に書いてほしいぜ。ご視聴いただきありがとうございました。